これが米粉を使ったアルカスタードクリームですね。はい、米粉で本当こんな簡単にできちゃうんですね。はい、まずボウルに米粉入りました。はい、こちら米粉ですね。はい、まずこちらが米粉を使った、はい、クレープの生地、ね、あ、米粉を使ったクレープの生地なんです、はいはい、こちらの豆乳は温めて、こちらも実際に焼いていただけますので、で今召し上がって、もう今ご自分で焼いていただいて、はい、でどうぞそのこちらの方をお試しになってください。